日本東京都世田谷区玉川地域洋画洋画は東京都世田谷区の地名、町名である。現行行政地名は洋画一丁目から洋画指定目。郵便番号は158-0097。鎌倉時代初期に新言州の湯が洋画の道場が開設されたことが地名の由来とする説がある。新編武蔵国風土記によれば A6 元気年間に 後法上氏の家臣飯田立脇とその息子飯田図書によって開発され、新福寺もこの時期に飯田図書を回帰として創建されたものであるという。江戸時代以前は大仙街道の宿場町、新福寺の門前町として規模の大きなものではなかったが、栄えていた。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 洋画3の26の17の地点で69万3000円平方メートルである。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。洋画駅と木沼公園、世田谷美術館をつなぐ遊歩道である。洋画プロムナードがある。道に敷き詰められている河原に100人一首が刻まれており、 イラカ道との相性でも呼ばれる。遊歩道の多くは木々で覆われている。その環境の良さからドラマ撮影などに使われる。石畳に川の模様が彫ってある。洋画に五番目状の道路が整備されたのは昭和十年代であり、1995年には駆動への通称名付与の一環として、そのうちの一つに洋画七条通りという通称が付けられた。 その際、洋画地区の道路が5番目上に整備されていることに着目し、大仙通りと世田谷通りの間で東西に抜ける道路に番号をつけ、洋画上通りとなった。七条通りは大仙通りから数えてきたい7番目の道路であることを意味している。ありがとうございます。